どうもインクの風平です。ま、まさ、まさ。よこん。どうしたどうした。最初だぞこれ。カザネです。シュートです。ということで今回の企画は嘘つき人狼。いや今回はですね、なんと4つのミニゲームをやってもらうわけなんだけど、1回のミニゲームごとに嘘つきという役職を持った人がいます。なるほど。早速じゃあ役職決めちゃおうかな。いい？え？お、早いな。早い。怖いよそんなの。じゃあ、いや嘘つきは誰かな。はい、おーっと、おーさあ今嘘つきの前には嘘つきって出たね。出たな。誰だ？出た人誰？出た人誰？リモコン顔に出てるよ。出てるよ俺。ないだろ。出てないでしょ。嘘つきになった人はなんとこれからやるミニゲームに有利に働きます。なるほど。じゃあなんと最初の競技。何ですかこれ？スタジオ裏ですか？やめてやめてください、やめてください。スタジオ裏が。はい。いきます。はい、最初の競技。2分の1運試しということで、はい、まあ、その名の通り2分の1です。ただ嘘つきはこの正解の道が分かります。まあこのミニゲームには、まあ、勝利ポイントっていうのがあって、まあ詳しくはちょっと今編集でね画面に載ってると思うんだけど、まあ例えば1位40ポイント、2位30ポイント、3位20ポイントみたいな感じなんだけど、はいはいはい、嘘つきを当てた場合は嘘つきから20ポイントもらえるとか、そういう感じ。ああ、なるほど。そうそうそう。まあ、だから嘘つきは、いい順位を取りつつ、周りを騙すことで、さらにポイントを多くもらえるよっていう。なるほどね。もう、じゃあ嘘つきは、隠しながらクリアすれば、もう勝ちなんだ、ほぼ。ああ、まあそうだね。で、最終的にポイントが一番高かった人の勝ちということで、わかったかな、嘘つき君。おっと。え？正直者ですよ。どうなん？怪しい。どうなん？いや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 。じゃあ移動するか。じゃあ嘘つきの人は、はい、手口を入れてください。はい。設定からリソースパック開いて。ああもう入れてたわ。あ。だって全員人狼がいない。みんな嘘つきだ。逆なんだよな普通。今回はこの。まあ、正解した数で1位とかを決めます。で、まあ、あのゴールできた人はもう強制的に1位です。その人が、どんくらいむずいんだ。じゃあ、いや、ちょっとリモコン行けよ。え、それガチャで決めんじゃないの？いや、ガチャはこれ最終手段だから、行きたい人がいるんで。見えてる、見えてる人いるでしょ。最初行ってくれればさ。頼む。じゃあ、カザネさん。お、行く、いいよ。行こうか。行くの？行け！はい、さあ行け！行け！行くよ、俺。で、あのね、乗って。これアウト？しろ！アウトー！逆に怪しい。なるほどね。いや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 、まさかじゃね、まさかじゃね。いや、これはひどいよ。そういう姿もある。これはひどい。いやもう風音さんが行ったなら行くよな、シュート。行くか。行くよな。まあでも1個目は決まってるからね。先行ったもん勝ちなのに結構。いや本当か。いや俺が行くわ。え、行っちゃうの？まあいっそ。俺行くよ、俺行くよ。いやいや俺が行く、俺が行く。いやお前今行けばバレないって感じ。よれー！あ、いった。さあ次どうする？こっち！ゴール！え、見えてる？これもしかして。見えてるな。次でわかるな。次でガチでわかる。え、次どうかな。おー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 、フェイント。アスレチックミスしたらどうなるか。確かに。左！え？いやでもこれさ、大丈夫？きたー！あー！どっちに白黒い？どちらに白黒すぎる？わかんねえな。行きたい？先。俺どっちでもいいよマジで。じゃあ行こっかな。あ、どうぞ。まあまあ、3番目まで上がってもんね、俺。そうだね。ポイント稼ぐならここよ、もう。
いや、あれこれ早いな。早いな。早いな。まあ、ここ、いや、ここまで分かってるから。え、どうなの？ここまではね。右かな。右。え、右？今動揺してるだけじゃないの？右かな、右だな。あ、どうだ？どうだ？ちょっと待って。じゃあ行くよ。え、これお、ここから落ちたら脱落？それはもちろん。マイナスでしょ。はい。はい。ここからが。うん。うわー。これ。いや、ほら、嘘つき、ゴールしたら1位だよ。え、どうしよう。右率少ないのか、これ。おお、そうか。じゃあ、右行こうかな。いや、左率が少ないから左に行くのか。ちょっと、バカが出た。じゃあ、左に行きます。え、これで当たってたら怪しくないか？あー、ちょっと分かんないわ。これ分からん。分からん。そうなる？え？さあ、じゃあ1ゲーム目が終わったんで、これから投票に入ります。はい、あ、投票の時間です。いやー、投票です。うわー、難しい。これマジで分かんなかった。だってちゃんと1個進めたの風波屋さんだけでしょ。あ、そっか。じゃあ俺が1位か。まあ、そう、一応1位ではあるけど一番怪しくはある。うん、一番怪しい。まあ、風波屋っかりもこんなんだよな、俺から見て。俺なのかもしれない。大丈夫、俺かもしんないよ。え、俺かもしんないよ。いや、まあ、それは。じゃあそうだな、決めました。はいはい、こいつら。え、さあ、おえお、待って、え。いや、みんな違うって。え、3票入ってる俺に。そんな俺お前だったか。やっぱそう、怪しかったもん、一番怪しい。そんな。いやー、みんな騙されてるよ、嘘つきに。じゃあ、嘘つきの人、誰ですか？僕でいいじゃん。わー、わかんない。お前、いや、やっぱそうだったわ。いや、みんなが下手すぎただけだよ。いや、下手とかなくないか、これ。なんで一発で死ぬんだよ、みんな。運だもん、しょうがない。ってことで、じゃあ、これからね、ポイントが反映されます。1回戦目、終了しましたが、皆さん、気になる結果、気になりますか？気になる。気になるな。ノーノーノーが。まあでも一応貼っときますね。ああ、お願いします。結果はこちらです。ああ、大差やん、これ。ああ、もう、いや、だからやっぱあれだな、嘘つきで騙したら結構強いっぽいね。そうだね、よかった。でも2分の1でこれ来といて。まあそうだね、やりやすい方だったかもしれない。うん、じゃあ皆さん、楽しみにしてた第2種目発表ですけど、何だと思いますか？2分の1分だ。違います。ということで、大丈夫、はい、建築バトル。おー、建築か。はい、ということで、こちら建築バトルルール説明させていただきますね。こちらの建築バトルは制限時間5分内で指定されたね、お題に基づいて、まあ、建築をしていくゲームなんですけど、嘘つきはなんとですね、もう完成された建築物が自分のところにもう用意されています。なので、なるほど、まあ、なんだろうな、ちょっと5分にしちゃできすぎじゃねとか思ったら、自分風にアレンジしてもいいですし。ああ、なるほど。逆に自分のね、手によってなんかおかしくなるぐらいだったらそのままにしてもいいです。特に、まあ、順位の付け方なんですけど、まあ、みんなの建築を見てそれぞれがポイントをつけます。ということで、じゃあ早速、まずはこちらの建築バトルのお題決めからさせていただこうかなと。これか。ということで、じゃあお題発表いきます。はいはい、ゲーム機です。ゲーム機。ゲーム機か。まあ、種類たくさんあるもんな。うん、いやー、これでもね、お互い建築のうまさとか分かってるから、来てほしい人と来てほしくない人いるだろうな。そうだね。はい、うん、あーあー、なるほどね。なるほど、そうきたか。そうきたか。あれ、お前どこ行くの。まずいか。2連ちゃん嘘つきは。お前か。うわー、すげー建築。
マジかよ。ということでこっから制限時間5分です。皆さんの思い出あるゲームでもいいですし、はい、まあはい、ということでよーいスタートお前本当にゲーム買ってもらってなかったんか俺買ってもらってないからさバゲモンみたいな作ったらいや俺普通ピコ作ろうかな。ピコ、あ、知らない？ピコ、いや知ってる知ってるえ、ピコ知ってる？知ってるよ。そうそうそう、偽物は知ってるよね。偽物？どうぞどうぞ。3、2、1、終了。じゃあまずは俺のところに来てもらおうかな。はい、へえ、行きます。さあってことで、まあこれから0から10点で、うん、あの他の3人が評価してください。うん、怪しいね俺。怪しいね、怪しいね。だってさ、やっぱアイディア込みじゃんこの5分って。そうだ、これ配線だよ配線。しかもスケルトンカラーね。もっと時間に余裕があれば画面まで描きたかったですね。なるほど、なるほどね。じゃあ次リモコンいくか。はい。お、はい、うん、ちょっと待って待って。ウィーだ。ウィーかこれ。だよね。まあまあウィーウィーです。ちょっと待って、これこれあれだな、正直者か。これウィーリモコン。そうだよ。じゃあカザンネさんからいこうかな。はい、アドバンス。何これ、アドバンスか。なるほど。これさ、世代じゃないな。いや俺らギリ世代じゃない。でもギリか、ギリギリかな。いやこれちょっとなんかできすぎてやしないか。ちょっとほらこの見て見て見て、後ろ後ろ後ろ、精密じゃない。ちょっと、まあ、うわー、まあ、点数でも点数は高い。点数は高いよ ね、 そうね、うん、よくできてはいる。嘘つき候補だなこれ。うん、まあ1候補だな。じゃあ最後シュート。はい、いや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 、急に来たな。いや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 、やったわこれ。これやってるわ。これ5分の規模じゃないもん、シュートだ。やったわ。今まで見てきたけど、よかったこれが最後で。ああ、そうだね、わかりやすいねこれ。そう、わかりやすいだろこれ。いやいやいや、スーファミこれ。そう、スーパーファミコンだね。さあ、ということで、じゃあ得点発表します。はい、じゃあ俺から15点。あ、そうなんだ。11点です。あ、やったー。勝った。リモン僕は26点。え、高い。いや、まあ、でも確かに良かった。シュートはは27点です。あー、え、めっちゃ僅差じゃん。やっぱうまいなぁ、カザネさん嘘つきじゃなくても。え、カザネさん嘘つきじゃないの。じゃあこれから嘘つき投票に入ります。さあ投票の時間です。うわ、難しいなぁ、悩むな。でもカザネさんが黒だったら悔しいね。いや、そしたらマジでうまいよ。うん、でも俺の意見は固まってる。俺も固まったわ。投票しました。しました。投票しました。はい、はい、投票しました。え、あ、来た。おお、あー、そうだよね。俺ではなくない、人狼さん。もっといただろう。もうバレたからいいやってなってるよね俺。さあ、ということで、じゃあ嘘つき誰ですか。はーい。わー、だよね。さすがいいか。さすがにだったな。絶望したよ。かわいそうに。見た瞬間。5分で作れるわけねえだろこれって。いや面白い。いやでもこれめっちゃおもろかったな。ということで第2種目終了結果が終わりました。お、楽しみですか。ワクワク。楽しみ。まあ、どんなポイントになってるかね。いきます。結果発表こちら。ゴー。よかったね、マイナスになんなくて。差がすごい。マイナス。おい、おかしくないこれ。ここで嘘つきになりたくなかったな。また、ミス怖いね、嘘つきの。次は
第3種目か。それでは続きまして第3種目目発表します。はい、こちらです。モブかくれんぼ。おお、これ得意かもな俺。ルールは倒したモブに変身できるので、倒したモブで5分間かくれんぼをしていただきます。で、嘘つきの人は最初から全部のモブに変身できます。あーこれ嘘つき難しそうだけどな。ゲス絶対見破ってやるやばい、意志があるえー、あー最悪、マジか、うわ何に変身しよっかな嘘つきしましたさあというわけで5分タイマーが始まるとウォーデンが襲ってくるので、それまでにモブを倒して隠れましょう。よし、隠れるか。ツール作らないといけないのか、うん、あーまずい、結構時間ないな、そう考えると。え、モブいなくね。あ、やばいやばいやばい、爆発してる。ゾンビ倒しちゃおうかな。よし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 、うわーゾンビビティグ。え、ガストいるじゃん。ガストでもバレやすくない？バストバレやすいかな。ガストいやこれ多分ね、そろそろ制限時間始まる。あーやばい、あーやばい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 、いやこれいかにモブになりすませるかだよ。確かにそうだよ、これ大事だな。いやちょっと、いや敵多すぎて。でもあいついかにもガストだから違うな。呼吸止めないと。待って、あーやばいんちゃう普通に射抜かれた。焦ったんじゃない、ちょっと場所が悪かった。さあどうだ。あ、でも意外と制限時間やっと1分過ぎたぐらいか。だんだん違うモブに変身しないと怖いな。やばい、なんかウォーデンの音聞こえる。なんか鳴き声聞こえたね。うん、2人近いんじゃない、もしかして。ちょっとリモコン倒しに行こうかな。なそれもありな。そういう制度はあんなお前だろお前だろ絶対もう今動き回ってるんじゃんこれ。俺さ、ウォーデン見ないんだけど、意外と鬼がもむずいのか、やっぱ。いやこれ多分マジでむずいよ。でも朝になった瞬間これだいぶじゃん。あー、そっか。なんでどういうことどういうこと。なんかモブにバレたマジで。あーでも、あーすげー、ウォーデンうまいことしてるさあ聞こえる。あと何分ぐらいだろう。でも残り1分とかじゃない。1分半とか。あないのか、このクリーパーあ、それじゃないんだ。さあ、残りもう少し。このまま2人は逃げ切れるのか。でもね、俺ね、なんか耐えたんだよねそうだよね。あーっとダッシュ終了やったー。カザネさん当てていい？うん、いや今死んだ。すげえ、ギリギリだったな。え、すごここにあ、雲か、ずっと張り付いた。あー、それなんかモブのいい使い方だわ。さあ、ということでじゃあ投票時間だ。いや、正直なんか他の人をあんまり見てないから俺。なんだ、ちょっとボンミス氏があるからな。まあ、あれもね、騙してるかもしんないよ。なるほどな。普通にやってたら俺とカザネさんみたいになるけどね、うん、普通にやってれば、まあ、俺でも決めたわ、うん、この人だ。はいはい。え、おお、割れたね。俺はカザネさん入れた。あ、なるほどね。俺フーハヤだ。俺もフーハヤだからみんな騙されてるよ、嘘つきに。嘘つきじゃないのにじゃあ嘘つきの方どうぞ。え、僕ね、リモコンなの俺そうだよね、俺です騙されたマジか。いやだってそこにいたじゃん、たくさん。うん、そのいやー、風配途中でわざと死んだのかなっていう変な勘繰りをあ、そういうことか。なるほどね。あ、普通に死んだね、あれは。ということで皆さん、はい、気になる第3競技結果発表終わります。あ、違う、結果結果集計終わりましたはい。いや、一番気になるのはね、俺とカザネさんぐらいかな。いやいやいや、俺もでしょ自信ある。いきます。
はい、第3結果終了結果はこちらです。あーすごいことになってる。終了終了わかりましたね。200ポイントだ。ほんとほんと見せて見せて。あ嘘つけ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 。いやただまあ、次がラスト種目じゃん。ラストなんとすべてのポイント2倍。うわあ。いやでもね、高い人もね十分有利よこういうの。じゃあということで、じゃあ第4種目修道お願いします。さあこのポイント2倍の最終種目はこちら、ラッキーブロックレース。また運ゲー。運ゲーだよ。運ゲー。まあでもどうなんだろう。順位は最終的に自分の出たアイテムで PVP をして PVP の順位で決まります。なるほ ど, なるほど。じゃあなるほど、レースとか言いながらレースの速さじゃなくて出たアイテムの PVP の強さってことか。そうなりますね。この種目の嘘つきはなんと全てのラッキーブロックが幸運になってます。もうずるじゃん。いや分かり、いや意外と分かりやすいか。これ分かりやすいよね。いやでも、うんうん、レース早く割ったやつが一番結構怪しいぞこれは。 PVP じゃ分かんないから結構っていうのもあるよね。確かに。いきます。はい、おー、やっと来たか。本当に来てそうだな。やっとぜ。いやこれポイント2倍だからね。そう大事だよみんな。ということで移動してきたのでラッキーブロックレーススタート。きたー。あーみんな来たから。来た来た。はいはい、はい、おおおいおい、特にこいつも急がなくていいの。あ、ヒーローミレちゃん。ちょっと待って、カズオさんがヒーローミレちゃん出してた。え、またまたまた。おい、ねえ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 、まあ、あーちょっと急流なんだけどった。死んだんだけど。え、いや、今カズオさんが2連続でヒーローミレちゃん。え、殺人ウサギ。お、やばい。いや、俺なんかあんまないんだけど、そういうの。お、いや黒いんじゃないか。自白したね、今黒。いや、俺汗ができない。お、汗じく。俺は汗じくができない。え、どうするのこれ。来た。あ、オッケー、一番上。はい。あ、リモコン、それ幸運だよ、それ。え、それ運。いや、でも、運じゃないよ。あー、やばい、みんなごめん。ガーあぶねー。やっべー、めっちゃ押された。押せ、押せ、押せ、押せ。よしよし、今がチャンス、今がチャンス。はい、いい方、いいやつ、いいやつ。あー、これやばい、船なんか、船なんか。あー、なんか TLT 落ちてくる。あー、危ない。危なかった。おい、危な、マジで。よし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 、まだやられてない、俺。おやし。あ、やばい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 、モブが出た、モブが出た。やばいやばいやばい。運悪いかも。うん、マジ悪い。いや、俺もだわ。マジ悪い、ごめん。ちょっとこれは、バレやすいよな、嘘つきさん。これは。ってよ。いえ、ヒーローズポーション来た。あー、やっぱ分かりやすいね。いいな。爆発してる。なんかみんなさ、なんかめっちゃ幸運みたいな人いなくない？今風合いは結構進んでない？いやでも俺さっき一回死んで、うわ、やられましたが、やっとシュートめっちゃ早いぞ。いはい、え、シュート、そういえばシュートなんか科目あれ、いつの間にか、いつの間にかめっちゃ進んでる。あー、なるほど。え、何やってんの。あ、今、わざと死んでた。めっちゃ死んでた。見てた、俺。見てた、わかりやすいって。水じゃない、水じゃないの、あれ。いや、あ、で、どういうこと、あれ。うわー、うわ、ボブ落ちてきた。待って、これ、ボブ倒すと、これね、あの、いいアイテムはね、もらえるんだけど、あ、やばい、トゲの鎧で死ぬ。あ、死ぬ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 。え、2連続 TLD? ちょっと待って、待って、いった。爆発しすぎじゃない。ちょっと待って、待って、散歩する。はい、チェックポイント。なんかめっちゃ荒れてる。あ、でもみんなもうチェックポイント踏んでんな。お、誰、シュート、ボブを置き去りにするな。お前。やばい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 。ツッツー、これはあそこに何もない。あ、シュートいる。待って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 、はい、あ、すごい豚。え、これ何、鼻。あ、やばい、ヒーローズポーション。はいはい、あやもうなんとなくわかるわ、何が出たか。いやー、痛い、痛い。すごい音するか。あ、豚に落とされた。なんとかたどり着いた。へ
もうちょっとなんだ俺。長かったぜ。え、もうゴールした？いやもうフィニッシュは見えるよ。早い。すごいことになってる。あ、ごめんシュート。先に謝っとくわ。リコンバイバイ。え？オープ。わあ。おお。タイム。オープで。マジか、耐えてきた。よー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 、先行くぜ。さすがに？まだいないんじゃない？まだだな。いやまだ結構長いよ。よし帰ってきた。あ、みんなでもちょうどいいぐらいにいるわ今。そうだね。はい、あはシュートまたやったそれ。あ、広げることなく。PVP 会場来た。俺。やめや。嘘マジで。やばい、 PVP 会場にもうリモコンがいるのか。ってことは結構もうこれゴール近いってことだな。あーまずいまずい、お城あっぶねー。あ、カザネさんとマジで同点今。はい。え、これもしかしてん、なんだか、あ、ここは、はい、おー来たー、ここが PVP 会場か。まあ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 、まあ、なんかやろうとしてんだ。落ち着いて、びっくりした。いやその大夜券くれんなら、やプラス、うん、トライデントプレゼントヒーローズ。いや PVP 会場。あー来た、来ました。あーシュート来た。参上。さあ PVP 開始。これで誰が一番か決めよう。お前嘘つきだろ。お前やりやがったな、お前。しお前俺怒らせた。お前嘘つきだろ、マジで。あっぶねー、一番怪しいからね。やばい、そのフレーム。おい、なんだその矢、強いじゃないか。あーだいだ、俺は高所にいるでいい。やべえ、ポーションある。誰にかけようかな。よし、ヒット。いや、だだだだ、シュート。あ、やめた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 。あー、決まった。このステージ落ちちゃうよ。あー、これは許せません。危ない、死ぬ。そうだ、どうだどうだ、危ない。この弓、痛すぎじゃない？なるほど、この弓めちゃくちゃ強い。あー、シュートやりやがった。お前だけは許さねえ。え、何が起きた？ほら、シュート。絶対、あー、やばい、ノックバックする。やばい、シュートがいる。なんか壊れた。なんか突っ掛けてる。やばい、シュート。よくもやってくる。やられた。え、1ミリも体力減ってない。え、よし、降りるか、そろそろ。これ誰？そろそろ降りて。ラッキーマイナス100をお前らにぶちまけると。すごいことになってる。よしヒーローポーションぶち飲んで。危ない、落ちる。すごい。これはどうなるか分かんないぞ、この勝負。俺ね、剣がないんだよね。剣がないんだよね。そういうこと。剣ないのも白い。一人装備強いよな。そんなことない。チーゾクショ、どんだけ意味あんだよ。さあ、これ分かんないぞ。どうしてか、どうしてか。あ、どうしてか、僕壊れた。シュートの足が壊れてる。くぅ、やばい。うわぁ、ここでラッキーソードの雲が出た。あ、どうなる、どうなる。あれ、あぁ、ということで、ラッキーソード強い。1位、カザルさん。まだ分かんないからね。そうだね。さあ、ラストの投票時間です。はい。俺はもう決まってる、正直。俺も決まってるから。待てよ。この人、出たー。ええー、だよな。いや、そうだよ。騙されてるって。そうだよな。騙されてる。ああ、もう。なんで強くなっちゃったんだ。さあ、ということで、嘘つきの人、発表してください。え、誰？え、俺でーす。うわーマジか。俺でした。最下位だったけど。でも弱くない最下位だったけど。隣で見たけど全然良くなかった。普通に負けた、マジで。ということで、全種目終了いたしましたが、驚く結果になっております。おお、まあ2倍だからな、最後。はい、ということで、まあ皆さんね、
びっくりしないでください、そんなに。ということで、結果発表はこちらです。どーん、きたー、完璧なプレイだったのに。なかった、やったー。なんだって、わかんねえよ。すげえよ、それはポイント2倍になったから、なんか嘘つきのポイントでめっちゃ入ったんだ。まあそうだね、まあでも完全シュート嘘つきだったよ。いや、ありがてえ、よかった。笑えてくるね、このポイントは。次のね、嘘つき王でまたお会いしましょう。嘘つき王は俺でした。やったー。パチパチ、おめでとうございます。ありがとう、インコよろしくね。初動画じゃん。そうだよ。